さて、ちゃんと始まりますでしょうかね。5時間放送してくれ。まだこっちくるくる回ってますけど、始まってるかな、大丈夫かな。来てんのこれ。津田大輔さんはいませんね。こういう放送を待ってた。始まった。これは何だろう。僕らのコメントは見えるから、うん、そう、コメントは見えてるんですけど、音声来ましたか。音声しか来てないのかもしかして。映像が来てない、うん、これ映像来てないのかもしれない。今度は来てる。映像いってる、聞こえてます。ウォーということで、はい、もうあの基本的にこの番組概念でお届けする番組でございますんで全然違うやつが出てきましたね今度は。ちょっと待ってください。僕らに今コメントがそうですね、音声で楽しむという番組でございますが、映像は来てんじゃないのか。来てないのか。あ、来てる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 。よかったよかった。あ、来てる、よかった、うん、ありがとうございます。はい、というわけでお待たせいたしました、深掘り TV でございます。お待たせしてしまいましたけども無事にスタートしております。今日は、あ、そうですね、もう早速じゃあ、あの出演者順番に紹介していきましょう。まずはレギュラー出演陣のダースレーダーさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は検査してたんですか。あ、検査大丈夫ですか。いや、ダメでした。ダメ、え、ダメなの。めちゃめちゃ脅されている。あ、マジですか。過労だよね、ちょっと。そう、僕あの40の時に45で死にますっていうのが、うん、で今日一応50で死にますになったんで、マジで一応あの3年峠で5年伸びたっていう。5年伸びた。5年伸びましたね。あ、美味しそうなカレーが今日もインスタに上がってましたけども。そうですよ、だからあの2週間後にもっと重いやつを、あのレクチャーを受けられる。あ、ガツンと、はい、ということでございますか。まあまあ、でも今日もよろしくお願いいたします。はい、はい。そしてレギュラー出演陣、前回は、概念でご出演いただきました社会学者の宮台真嗣さんです。こんばんは、よろしくお願いします。リニューアル一発目にですね、はい、概念化して本当すいません申し訳ない、はい、そしたら今回番組全体が概念化したから、ね、そうですね、うん、さっき5秒で番組が終わるという記録を作ってしまいましたけど、ね、まあでもそれでも皆さん濃い番組だったと言ってるんで、今日配信しなくてもいいんじゃないかというふうにも言われておりますが、うん、今日はでも皆さんたくさんご覧になっていただいております、今夜のゲストはこの方です、うん、東洋輝さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。いや、もう東さんを楽しみにこう今日は番組を見てくださってる方たくさんいらっしゃるみたいでございますけど、いやいやいや、宮台さんとは久しぶりですか。そう、あのコロナの前の2019年の年末にうちの、言論カフェに来ていただいたのが最後ですね。なるほど、うんうん、今日なんかね、はい、久しぶりなのでね、緊張してるんですよ。あ、そうですか。で、妻に見破られて、うん、あれ緊張してるねって。いやいや、そんなそんな、緊張してるよ。いや、僕こそ、僕こそ、本当。ダースさんと東さんは、僕はあの東さんさっきツイッターで、はい、あの挨拶だけって言ってたんですけど、実は、はい、多分初めましてだろうと。ということは初めましてなんですよね僕もなんとなくこう多分アイコンとか見て何かあったんじゃないかなみたいなことを思っただけですね、多分ね、うん、なるほど。まあ、になっちゃう。何歳差？48歳差。僕が43です今。僕が49だから6年ですね。そうですか、うん、小学校入って出るみたいな、うんうん、おまあ今日はダースさんと東さんの絡みも楽しみにしていただければなと思います。はい、さして今日の番組なんですけど、その東さんの近所でございまして言論戦記、うん、こちらの方を手がかりに、日本のここ10年そしてこれからの10年を、トークしていこうと思っております。まあ、皆さんご存知だと思いますけど、東さんがこの言論を立ち上げたのが2010年、うん、はい、ということですね、はいはい、ということで、去年がちょうど言論10周年ということで、はい、まあ、それを振り返った本がこの言論戦記、はい、なんかどっかで聞いたことあるようなタイトルなんですけど、そうね、いや僕最初これ冗談だと思ったんですけどねだから中央公論審査さんからなんか企画が来て、はい、なんか言論戦記って本を出したいっていうふうに言われたんですけど、はい、まあ、いつか名前が変わるんだろうなと思ってたんですが、まあ、変わらないまま行っちゃった仮タイトルのまま行っちゃったというやつでございます。まさかこれも出すと思ってませんでしたよ、ね、分かんないでしょ、だって言論って何なのか。まあ、その辺のお話も、うん、あの冒頭軽く説明をしていただければなと思っておりますが、番組を最後までご覧いただくには会員登録が必要になります。ぜひ皆さん会員登録、月額500円プラス消費税550円でご覧いただけますので、まあ、安いとさっきコメントありましたけど、うん、安い金額で設定しております。ぜひ皆さん登録して最後まで今日もご覧ください、はい、さてトークに入っていく前にまずはアンケートパッパッパッと、連続で取っていこうと思いますが、スタッフの方準備の方は大丈夫でしょうか。まずはこちらでございます、言論戦記読みましたかという話から行こうと思います。ちなみにダースさんも宮田さんも読んでいただいたと、うん、いや涙ものだよねみんな、これ読んでないってだけでも見る資格ないいやあれは一応だってあの、はい、これを見て読みたくなる人用の番組で、まあ、そうですね、はい、そうでございますダースさん感想を一言。
いやもうあの実は僕さっき別の番組ですね、うん、でそこでエル歌舞伎っていう芸人と一緒だったんですけど、うん、あのエル歌舞伎のエル上田くんも読んでました。ああそうなんですか。お笑い芸人も読んでるっていう。いやいやいやあそれはびっくり嬉しいですね。広がってくれて、うん、僕は、今日いろいろ話出ると思うんですけど、はい、もう本当に特に言論カフェでの実践っていうのが、うん、僕がコロナ禍で、うん、自分が YouTube とかでやっている要は長く会話する、うん、散歩的な会話みたいなのが今コンセプトなので、うん、もうそのものズバリがずっと実践として行われてたっていうのがね、うん、本当にわーって膝を打ちながら読んでますから。その通りだ。僕はほら言論カフェのね、うん、トークに何度か出させてもらっているのに、はい、まあ東さんがそんなにきつい状況に置かれているって全然分かんなかったよね。なので読んでやっぱショックだよね。あ、うん、結構金銭的にも逼迫し、そしてまあ、うん、スタッフからもまあなんていうんですか、まあ、裏切りというか、うん、宮台さんがね、うん、そういうこと登壇している写真が扉絵でね、ありましたね。そうそうそう、出ててね、いろいろだから10年振り返るっていう意味と、僕実は2000年代初頭に自分でインディーレーベルをやってた時の状況が、うん、スケールはすごい小さいんですけど、めちゃそっくりで、なるほどね、もう僕も何もやらずにほったらかしにしたせいで大変な目にあったんで、うん、すごいもういろいろかもう感極まる感じでしたね。なるほど。さあ今日のユーザーの皆さんは、この言論戦記読んでくれてるんでしょうか。アンケートの結果見てみましょう。せーのドン。はい、1読んだ、2読んでいない、3読み途中でございます。ああ半分ぐらい読んでくださってますね。もうなんかいい感じですね。それでぜひ買っていただきたいですね、うん、そうでございますね、もう面白いのは間違いないです。でも1時間ぐらいで読めますよ、本当、まあ、1時間はでも2時間ぐらいで読めれば読めるかな。そんなもんだと思います、うん、いや僕すごい難しいのかなと思いきや決してそんなに難しい内容ではない。全く難しい話じゃないですからね。そうですよね、うん、まあ東さんも後半テプラが大事とかね、そういうことですね。確かに棚を作るのが大事大事とかね、棚を作るのか作らないか問題っていうのもありましたけど。棚作らない問題ね、ありましたね。はい、あまた画面がおかしくなっちゃったんですけど、これ見てもらっていいですか、すいません。さあじゃあ、今日は半分ぐらいの方が読んでくださっているところです。じゃあ次のですね、アンケートは言論に関するアンケートになります。また出ますでしょうか、アンケートの方。2010年に立ち上がった言論なんですが、イベントの方もたくさん企画をなさっております。そのですね、言論のイベント企画、トークイベントや、それから配信視聴、それからスクーリングなどさまざまなイベントがあるんですが、参加したことがあるかないか、こちらちょっとアンケートを聞かせてください。さあアンケ攻めでございます。そうでございます、皆さんどれぐらいこう言論のことを知っているのかどうかというのをちょっと番組の前半冒頭今調べさせていただいております。酒がない、そうか、酒飲みたいんですよね、東さんね。ん、買ってきましょうか。まあ、もちろんあったら飲みますよ。あったら飲みます。じゃあ、あとで。あったら飲みますが。はい。いやいや、いいです、いいです。あの、お二人飲まないし。あ、そっかそっか。お二人飲まないし、僕一人飲んでるのバカみたいですよ。あ、僕も飲みますよ、そしたら。はい。言論のイベント企画、参加したことがあるかないか、複数回ある、一回ある、ない、こちらの方から、うん、アンケートの方選んでください。早速見てみましょう。こちらです。大丈夫かな、パーンとアンケートを押してください。せーの、ドン。あ、複数回ある方が 70%。それは、ありがたいですね。これは、非常にアンチがいない市町村になっちゃってます。そうですね。1回ある 4.2%。でもない方が 25%。4分の1はいらっしゃるということです。なるほど。はい。続いては。いや、でもこれはすごい。というか、つまり、言論戦記読んでないのに、イベント来てる人が、いるってことは、うん、どっちかっていうと僕のファンじゃない人がいるってことですね、これ。そういうことです、ね。うん、だから、いいことです。そうですね。いい傾向です、ね。いわゆる誤配っていうやつでございますね、うん。はい。続いてはですね、言論に関してもう一つ質問させてください。あ、宮台さんとの提談に行きました。次の質問はこちらです。言論の刊行物、出版物ですね、こちらの方を読んだことがあるかないかということになりますが、東さん、今は定期刊行物としては、いやもうなんか言論という雑誌なるものがあるんだけど、もう年間に1回しか、はい、あでも電子マガジンみたいなやつは毎月出してますよね。なるほど、うん、はい、まあ、あとは書籍もあります ね、ありますね、はい、皆さんもう一度は読んだことある方多いかもしれませんが、言論の刊行物読んだことがあるかどうか、はい、1複数巻読んだことある、2一冊だけある、3ないということで選んでください。はい、まずは今日のユーザーの皆さん、どれぐらい言論に関して知ってるかという調査をさせていただいております。アンケートの結果見てみましょう。結果こちら、ドン。複数回読んだかなりコアなファンっていうか ね、コアな読者、視聴者層ですね、これ。そうですね。まあでも大体2割ぐらいはあまり言論の方も、ことを知らないという方もいらっしゃるようでございます。いやもうそれはいてくれないとね。確かに。もう話す意味がなくなっちゃいますから。まあなんかね、なんかこう、打ち置きっぽい話になっちゃいますからね。うん、さて、続いてでございます。今日のテーマですね、まずは2010年について振り返っていこうと思うんですが、うん、あなたにとっての2010年の、
幸福度というのをちょっと聞いてみたいなと。2010年代ね。代ですね。ごめんなさい。2010年代の幸福度について聞かせてください。アンケート出ますでしょうか。選択肢は、4つ準備させていただいております。はい。とても幸福だった、幸福だった、不幸だった、とても不幸だった、5、わからない、5択ですね。はい。2010年代、皆さんは、の幸福度教えてください。アンケート出てますでしょうか。どんな感じなんだろう。どんな感じなんでしょうね。これ全然予想つかないな。どうなんでしょうね。大不幸コメント来ておりますが。2015年に破産した。なんだろう。ね、それこそ宮台さんとかにね、幸福、とね、幸福感とかね、その違いっていうのをちょうどこの間話してたんでね、うん、いろんな嫌なことがあった方が幸福な場合ありますからね、うんうん、はい、アンケート 1,2,3,4,5 択でございます。2010年代の皆さんの幸福度を教えてください。破産をしたというコメントもありますね。なんだかんだ幸福というコメント流れてきております。アンケートの結果見てみましょう。せーのドン。はい、とても幸福だった 5.9%。 でもやっぱりこんな感じなんだ。幸福だった 32%、 不幸だった 20.8%。 これは幸福の方が多いですよね。多いです ね、 多いですね、はい、分からない 27.7%。 なるほど。東さん、これいかがでしょう。じゃあよかったじゃないですか、安倍政権で、ね、確かにね、大成功でしょ。本当にカムカム3万部超えたし、ね、人々も幸せ。そうね、うん、悪いことじゃなかった。もう全然問題なかった。10年代もう10年代大成功でしょ。大成功のことぞ。どうですか、いかがですか、宮田さん。あるいは生きてるだけで幸せだなってぐらいところまで落ちたかって。なるほどね。でもそれも気づきを与えてくれたっていう意味で安倍スカのおかげだよね。なるほど。安倍万歳。今日もその話で安倍の10年代はもうすごい大成功だったって、もう最初答えも出ちゃって出てますけど。さあ、その2010年代を象徴するキーワード、こちらの方アンケートを取らせていただきます。ちょっと私が考えたんで、もしかしたらこの選択肢の中では全然当てはまらないという部分もあるかもしれませんが、そのために8その他を選んでおります。その他の方、よかったらコメントであなたの2010年代のキーワード、書いていただければと思います。2010年代のを象徴するキーワード1311、2SNS、3安倍政権、4人口減少、5気候変動、6格差、7ポストトゥルース、8その他とさせていただいております。その他を選んでいただく方、よかったらコメントの方を書いてください。僕ね、2010年っていうと思い出すから3つぐらいあるんだけどさ、はい、直前にさ、東さんと一緒にアメリカに行ったよね。行ってきました。でその時にかなり長い話をして、うん、その時に、まあ、言論のやろうとしてることをちょっと伺って、うんうん、いやそれはすごい、なんていうか、前途洋々たる感じっていうのと、それとの裏腹で、なんかその今までの自分の活動について、うん、総括して区切りをつけるっていう感じと両方あったなってことを思い出します。うん、なるほど。で、あと2011年に震災が起こって原発が爆発するけど、で、あの頃って僕まだアクティビストだったのでね、うん、原発都民投票条例の制定を求める住民直接請求の請求代表人っていうのをやって、うんうんうん、で、まあ、これは、ジェームズ・フィッシュキンの言うね、うん、熟議付き、あ、ごめんなさい、まあ、熟議付き住民投票か、はい、それを実装するっていういいチャンスだなと思ってやってたし、うんうん、世田谷区は世田谷区で、デンマーク発のコンセンサス会議っていう方式ね、うん、その専門家の言うことを真に受けないで、市民が最後は決めるっていうのを実装しようとして、うんうんうん、世田谷で何回かワークショップをしたりしてたので、うん、それを思うと、まあ、震災後、震災1年半ぐらい経つと、もう本当に虚脱感に変わっちゃうんだけど、うんうんうん、2011年っていう年は震災があったんだけれど、うん、これを機に日本を変えられるぞっていう気持ちもあった。うんうんうん、だから、それを思い出すと、なんかまるっきり、もう日本を変えるのは絶対無理って。っていう感じになったっていうのはすごいよね、うん、この変化はね。なるほどね。今の宮台さんの世田谷の実践とか、はい、今ね、コロナ対策でスウェーデンとかがやってることっていうのは、はい、それを前提として ね、方策で、なんか、それを10年前で日本が、あのタイミングで気づいてたら、コロナ禍の時に、実はいろいろやれることがあっただろうなっていうのは思うんですけど、僕個人は2010年で自分が脳梗塞になったのが2010年で、うんうんうん、でちょうど10年経ってるんで、僕の中ではある種脳梗塞にならなかったら結構やばかったんで、自分的には結構、なんだろう、生き方的に、うんうん、まあ、宮台さん語で言うと、いわゆるクズ的なね、コスパ
ポジション取りっていうのの、うんうん、要は戦略ゲームを遊んでる人だったので、うんうん、なんとかこの場で一番になるためにはどうすればいいかっていうふうに頭を使ってたのが、うんうん、脳梗塞になってそれをやめたので、結構僕の中ではすごいいい10年なんですよね。なるほどね、まあ、その流れなんで、うん、東さんちょっと一言2010年口火を切っていただくとどんな感じでございましょうね。あ、今のちょっとねダースさんの発言がすごく重かったんで、うんうんうん、まあ、僕はね、2010年代っていうのはまさに言論選挙で書いた通りで、はいはい、どっちかっていうと、その、ダースは脳梗塞で気づかれたって言ったけど、うん、まあ、僕も同じような欠陥を抱えてたのを、この言論っていう会社を経営する10年間で長く長くゆっくりと気づかされたっていう感じなんで、うん、まあ、そういう気づきがあったという点では2010年代良かったとも言えるんですが、うん、まあ、やっぱり、なんていうか、まあ、だから、気づくために10年使っちゃったっていう感じでもあるんですよね。なるほどね。うん。だから10年代何ができたのかっていうふうに考えると、まあ、言論ができてそれは良かったんだけど、本当はこの気づきの後何かやんなきゃいけないから、うん、うんうん。まあ、そういうこうちょっとした焦りみたいなものも今あったりもしますけどね。なるほど。うんうん、ちなみに皆さんはこの選択肢の中では何を選んでくれたんでしょうか。一つ選ぶのは難しいというコメントありましたが、こんな感じでございます。311、20.4%、SNS31.9%、安倍政権 9.6%、人口減少 2.3、気候変動 1.4、格差が 15.7、ポストトゥルース 13.3%、その他 5.4% と。うん、いうことですが、まあ、僕も選ぶんだったら SNS ですね。そうですね、SNS、間違いないよね。例えば311は前半のものだし、うん、ポストトゥルースは後半のものなんだけど、うん、はいはい、とにかく SNS が貫いてたと思いますよ。そう、10年代は、うん、この他のトピックすべて SNS にリンクできるじゃん、うん、できますね、本当ね、うん、確かに一つ選ぶんであれば、うん、まあ、ユーザーの皆さんも SNS31.9% ということです、うん、そしてもう一つだけアンケートを取らせてください。ごめんなさいね、時間を取って。今日番組の後半になります2020年、ここからの10年なんですが、皆さんが抱いているのは1、希望、2、絶望、3、わからないでございます。どんな皆さんは。すごい、そう、これ困ったな。これ難しいね。これ、もし。宮台さん絶望なんでしょ。もう絶望、もう皆さん絶望してほしいんですよ。ね、うん、東さんは？いや、これね、結構難しいとこで、うん、いや、まあ、でもそれ言っちゃったら影響与えるんじゃないの？そうか、確かに。結果見てみましょうか。まあ、皆さんの結果見てみましょう。2020年、ここからの10年、抱いているのは1、希望、2、絶望、3、わからないでございます。結果見てみましょう。せーの、ドン。ああ、絶望 45.5%。まあ、それはそうですよね。うん、希望がでも 30%。希望どこにあるんだって聞きたいですよね。そういう構えみたいな。そういうんだったら、それじゃダメだと思いますけどね。そういうでも、あえて僕、逆回とかじゃなく希望なんですけど、うんうん、なんか面白くないですか、だって。絶望的な状況こそが面白いという意味では、まあ、なんだろう、すごいでかい話をすればするほど、絶望で、まあ、やべえってなるんですけど、なんだろう、個々人で何かに向き合わなければいけないっていうものを、ポジティブに捉えるとすると、僕はなんか本当にいろんなことありそうなんで、うん、まあ、それこそ死してなおっていうか、死ぬことも含めていろんなことが起こりそうだっていう意味では、なんか2000年から2010年までの時よりは本当にいろんなことが起こりそうな気がすごくするっていう、うん、僕このね、希望絶望のダイコトミーで思い出すのはね、はい、東君の言論にカフェのねトークに2回なんか出させてもらった時に、シールズかなんか話題になって、はいはい、毎回話題になってますよ。ずっと話題になってて、ね、ずっと話題になってます、ね。僕は、うん、まあ、感情的な動員もね、うん、まさに 目には目を、歯には歯をっていう意味で、うん、向こうが動員してくるならこっちも動員するしかねえだろうみたいに言ったのに対して、うん、そんなことをやっても全く意味がないって東君が言い切った。うんうん、で、結局東君の言う通りだったね。うん。うん、ありがとうございます。だから、その意味で言うと、東君の方が絶望していた。ああ。うん。同意によって何かできるような、そういうもう社会じゃないっていうふうにおっしゃってたっていうのを思い出すよね。まあ、というか、シールズに関しては僕はしょっちゅう言ってますけど、結局持続力しかないわけで、うん、シールズはやっぱり緊急行動っていう言葉に甘えずに、というか逃げずに、うん、もうやっぱりあれは政党を作るしかなかったんだと思うんですよね。うん、なるほど。で、まあ、政党でも、まあ、つまり政治団体作って継続的にやるって意思を、うん、社会に発信するしかない。うん、だから、まあ、例えば最近でも、人新世の資本論が話題になってる斉藤浩平さんとか、うん、はいはい、まあ、やっぱりミレニアム世代っていうのがこれから世界中でこう、
新しい政治の動きを作ってると、うん、で日本ではなんかこうちょっと弱いんだけど日本ももっと頑張んなきゃダメなんだっていう人たちすごくいっぱいいますよね、うんうん、でも日本でなかったわけじゃないんですよ、うん、つまりそれシールズなんですよ明らかに、うん、なるほど。でシールズっていうのは日本におけるミレニアム世代というか、うん、まあなんか X 世代とか Y 世代とか、うん、そういう世代の新しい政治運動として明らかにあって、うん、それはあのすごくあの新しいスタイルを出したわけですよね、うん、でだから彼らはやっぱり、あの、単に安倍政権を批判するってだけじゃなくて、ちょっともっと大きいもののシンボルになってて、新しい若者の政治運動のシンボルだった。うん、で、ところが彼らがやっぱり投げちゃったわけですよね。うんまあ、僕たち普通の学生戻るんでって言っちゃった。うんうんうん、あれやっぱり僕大きいと思うんですよ。だから彼らがやっぱり、あの、なんか持続してくれてたら、日本の光景変わってたかもなとは、時々僕は。思いますね。でもまあそれは彼らを個人を責めてるということではないんですけど、うん、なんていうか、続いてほしかったな、やっぱり、うん。その辺でも宮台さん近くでシールズとか割と見てたと思うんで、うん、あれやっぱ、うん、終わってしまった原因って何だったんですか？あれは、本当に大学で見てればわかるけれど、大学生の、まあ同世代の支持を受けてなかったね。うん、で、やっぱシールズ、例えば都立大でもそうだったけれど、うん、シールズの話はタブーだったよね、基本ね、うん。で、まあ、もう10年以上前から政治の話は若い人たちにとってはタブー。で、性愛の話がタブー。うん、あと、趣味の話もタブーなんだよね、うん。当たりの障りのない話をするしかないっていうふうなモードに完全に覆われているっていう状況では、あのシールズのやり方で何かね、その持続的に運動を広げるっていうことはちょっと難しかったよね。うん、だから それもわかるんですけどね、うん、でもなんか、でもやるしかないんじゃないかな、やっぱりあそこに一回、あのシンボルになっちゃったら。うん、あのう、ねうん、もう、それは同世代がそっぽの向こうが、うん、マスコミが手のひら返そうが、うん、でもとにかく、やる、なんかシールズは続いてるんだっていう形を作るしか、うん、もうないんじゃないかと思うんですよね。そうだよね。だからその大学生世代に生じているね、うん、その潜在的な対立をむしろどん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 顕在化して取っていくと。うん、でもお前ら何シールズの話題をタブーにしてんだ、コラみたいにして、ねうん。挑発し続けるっていうことが本当はあり得たと思うよね。うんうん、今のなんか宮台さんが言ってる同世代の支持が得られてなかったっていう、うん、全くダメだったね、状況と、うん、まあ、まあ、僕だったり東さんだったりも含めた年上世代がやたらと話題にするっていう状況のバランスっていうのがもうそれがより加速させていくというか、要は年上世代がシールズが新しいとかシールズの形がって言えば言うほど同世代の人はまたあのおじさんの人たちが言ってるあのあれねっていう、なんだろう、もうラベリングができちゃっているっていう状況を、まあ彼ら自身がそれをまあ対応できなかったっていうのと、うん、まあだから上の世代の人が褒めすぎたっていうのも、まあ、あの状況はしょうがないと思うし、僕それでね思い出すのはね、うん、この15年ぐらい中学生高校生ってさ、男女共学でも事実上完全な男女別学なんですよ、うんうんうん、それはどうしてかっていうと、まあ、いろんな学生が証言してくれたけどね、うん、例えば男の子集団で女と喋るやつがいるとデレデレしやがってっていうふうに後ろ指さされ、うん、女の子も男と喋れたビッチっていうふうに後ろ指は刺されるっていうね、うん、この目立つというか何かこのジェラシーを醸し出すような振る舞いをしてるやつは徹底的に潰されるっていうのをやっぱりどうしても思い出すんだよね、うん、でその感じっていうのがやっぱりシールズにもあって、うん、シールズってやっぱちょっとかっこよさげだったんだよ、うん、で それをまあ僕含めてね、まあ、僕もそういうふうに褒めた、その政治運動ってかっこ悪いってイメージを刷新する部分は確かにあったけど、しかしそれは同世代から見るとうざいんだよね、うん、でかっこいいっていうふうにして僕を含めた年長世代が褒めるっていうことも、うん、まあビッチ感があるね、簡単に言うとね、うんうん、そういうその同世代的コミュニケーションの状況をやっぱ僕はちゃんと頭には入れてなかったなと思いますね。うん、なるほどね。まあだからね、それこそその世代間での話にしちゃうのもちょっとつまんないんですけども、うんうん、まあ、シールズがそういったその乗っかってくる大人も含めてお前らがだらしねえんだよっていうぐらいのね、うん、対応をしていれば、もしかしたら違ったかもしれないんですけど、割と、協力的な、年長世代の、ある種の非合化的に見えちゃったところもあって、うんうん、で、僕は、例えば ECD さんとかが、それで、率先してアクティビストとしてやってたことをすごくリスペクトしてるし、で、あと個々のメンバー、その奥田くんもそうだし、元山くんとかもそうだけど、がやってることも素晴らしいと思うんですけども、
まあ彼らがね、の要は最終的な覚悟的なものがやっぱ見えなかったか分からなかったっていうところは、明確な原発とかね、あった時はまあ分かりやすかったんですけども、うんね、今東さんが言ったようにそれだけの安倍政権とかそういう話ではないでしょっていう、 もう、ところまでじゃあ実際に考えてたのかなっていうのも含めて、まああと考えなきゃいけなかったのかとかね、あと、まあ、僕らがそういうふうにしなさいって話でもないし、そうね、まあ、人の人生だから結局その奥田氏にしたって降りたければ降りればいいわけだし、別にもうその個々の人生についてなんだってわけでもないんですけどね、ただやっぱり、まあ、客観的な分析としては若い世代の政治のシンボルとして出てきた人たちが結構すぐ失速しちゃったよねっていう経験が日本社会に刻まれていて、それはやっぱりどこか今に至る、なんていうか、ある種の冷淡さっていうか、例えばグレタ・トゥーンベリが、海外でやってると、そっか、みたいな。確かに。そうっすよね、みたいな感じ。そういう冷淡さをやっぱり生み出してるなとは思いますね。だから、早かったんですよ、まあ、ある意味では。日本もちゃんとやってたんですよね。ミレニアム世代は出てきてて、新しい政治運動をやってたんだけど、なんかね、続いてりゃよかったと思うんだけど。それが2010年代に、挫折で終わってしまったんで、まあ、結局この、グレートリセットってことで言えば311もグレートリセットだと思うんですが、このコロナのグレートリセットでも、なかなかこう若い人たちの、新しいムーブメントみたいなものが、いまいち起きない土壌がそのまま続いている。だから僕はそれでよかったと思うんだよね。だから僕は絶望から出発しよう系なので、日本が若い世代になればなるほど、社会参加的ではない。でもほら、僕、宮台さんの本は昔から読んでるから、もう宮台さんは絶望から出発して20年ぐらい経ってたね。で、いつ出発すんだよ、みたいな。もう絶望も長くないみたいな。だから、絶望しないんだよ、こう。いやいやいや、絶望から日本社会は。沈み方が足りないんだよ。あ、足りないですか、もっと加速して。そう、微分するとね、微分係数がマイナスだっていうところで絶望しろって言ったんだけど、それじゃダメで、もう本当に貧困にあえぐぐらいのところもう失職してね、生活保護もなくて苦しいっていうところまで沈めようってことですね。なるほどね。まあ逆に、さっきの言論選挙の話の中でも、東さんおっしゃってましたけど、東さんはやっぱこの2010年代でいうとやっぱり考えていた10年、そうね、この本の中に何回も書いてありますけど、この本いろいろな人が楽しく、面白く読んでくれてるようで、それはありがたいわけですが、でも実際書かれてることはといえば結構幼稚なことで、20代、30代で学ぶようなことを40代になって、おっさんがなんか大失敗しながら学びましたって話なんですよね。で、要は結論としても人が大切とかさ、もうかなり凡庸なので、なんだろうっていう本なんですよ。で、だから、これを学ぶのに40代まで待たなければならなかった俺の人生は何だったんだろうっていうのは思いますよね。そうだね。東君はだからそう言うんだけど、これをね、読んだ印象は、明らかにね、論壇批判になってるわけよ。論壇って一体何やってたの、っていうことだよね。だからその意味で言うと、論壇ってやっぱり無自覚のお座敷そのもので、何も見てないじゃん、お前らっていう感覚を、やっぱ僕は抱きましたよね。そのかなり強烈な批判的な感覚がやっぱりある。それを自己批判を含めてやってるところが、やっぱりむしろ強烈なんですよ、印象がね。僕も同じことを感じて、東さん今日いらっしゃった時にちょうどまだお二人が来てなかったんで、昨今のコロナで音楽業界が大変なんで、それを今どうやってこう、新しくリビルドするか、そんなプランを今経産省の役人とか、それからライブハウスの社長とかいろんな人を巻き込んで話をしてるんですけど、なかなか一言で言うと、今回のオリンピックの森さんの発言もそうですけど、多様性ってみんな簡単に言うけど、そのやっぱり多様性が本当に自分の男に落とし込んで分かってる人って本当に少なくて、特に音楽業界っていうのはやっぱザ・村社会で、この村社会からに他の人は参入させないんだ、その代わりここから死者を一人も出さないんだみたいな村社会がずっとこうはびこっているところがあって、なんかその気持ち悪さみたいなものとずっと戦ってたのかなという、まさにそういう面で戦記という言葉がぴったりなのかなというふうに僕は感じていたんですけども。だからそれまさに三島由紀夫問題でさ、日本は一夜にして天皇主義者から民主主義者にくら替えし、フェミニストは名乗ろうが何も名乗ろうがね、要するにポジション取りでしかないっていうね。で、それが何事にも当てはまる感じっていうのをやっぱりどうしても抱くよね、それはね。だから、
言葉、だから、それって、まあ、国際的な問題でもあってね、ポリコレってそんなことじゃん、結局。ポリコレってやっぱポジション取りなんだよ、うんうんうん。で、なんでポジション取りをとしたって構わないっていう機能的な透過性がありながら、ね、まさに、言葉の受動機械のように多様性とかさ、SDGs とかって言ってね。で、それは実際何を引き起こしたかっていうと、トランピストの反発なんだよ。うんね、だからそれはトランピストの反発、ヒューアノン的な現象、まあ、僕いろいろ分析してるけど、基本ポリコレにも半分の原因はある、うん、だから多様性多様性とかってね、受動機械のようにほざいてんじゃねえよこれってことだよね、うん、確かにね、うん、まあ、あとこの本を読んですごく感じたのは、その結局すごい大事にしてたのが東さんが、まあ経営をすることが大事で、うん、その経営をすることってどういうことかというと、意外とこう最後領収書を整理したりすることが大事という、うんうん、でこの10年ってもう本当に いろんな、なんだろう、言葉が生み出され、まあ、特に SNS で 30% をその象徴という方もいたみたいに、いろんな単語とかいろんな言葉が生み出されて、本当に言葉でいろんなものは明確化したものの、実際にこの10年ってさっきもアンケートを取ったら、意外とその、まあ、幸福感の人がちょっと多かったですけど、うん、僕らの中でずっとモヤモヤが続いていて、結局なんかその地に足がついてない感というか、うん、だからそれを領収書って言葉がね、うん、まさにシンボライズしてるじゃん、うんうん、ね、盛りかけ問題もさ、ね、あるいは安倍の桜問題も基本領収書じゃん、うんうんうん、ね、で領収書を曖昧にしてるやつらが足をすくわれるぜっていうのがこの10年間、うんうん、確かにね、領収書だったってことですね、そういうこと、うん、そういうことなんですよ、うん、まあ、本当にスローガンがあふれた10年だったのかなというふうに思っているんですけど、東さんいかがでしょう、まあ、さっきこう論断とか分断とかそういうのの権威との戦いという点で言うと、うん、僕はどっちかというとそれ戦ってたのはその前の時期なんですよ、ゼロ年代とかの方が戦ってるんですよね、うん、で、やっぱりすごく編集者とも喧嘩したし、うんうん、嫌な目にもあって、でもそういうのがもうあまりにも嫌になったんで、うん、もう俺はああいうのから距離を置いて自分で勝手に会社作ろうと思ったのが、まあ、つまり起業する一つの動機なんですよね。ところがそこはそこでまたなんかすごいいろんな困難が待ち受けていて、うんうんうん、なんかそっちも別に自由じゃなかったっていうことの、まあ、が一つっていうことと、うん、あとこの本の中に丸山正夫のインテリとアインテリっていうのの区別を、はいはいはい、引いてますけど、うん、この本ほとんど引いてないんだけど、それぐらいしか引いてないけど、あれ僕結構好きでね、あれ結構、普通には評判悪いんだけど、うん、まあ、インテリっていうのは、まあ、普通の大学教員とか、まあ、編集者とか、そういう、今、世の中で言われてる知識人層ですよね。うん、で、はい、アインテリっていうのは、例えば、小中学校の先生とか、公務員とか、うん、あと、中小企業の社長とか、そういうのがアインテリなんです。うん、あとね、うん、僧侶っていうのもあるんですけどね。丸山正夫が挙げた中には。で、このアインテリって、例えば今だと JC とかアインテリなんですよね。で、で、僕は、こう、やっぱり0年代って何が起きたかっていうと、このアインテリ層っていうのが、まあ簡単に言うとすごく保守化してるんですよね。で、まあ、いわゆるネトウヨっていうのが取ってったのはこのアインテリなんですよ。ああ、なるほどね。で、インテリっていうのは、その時代何が起きてたかっていうと、まあこれはちょっと全然別の理由で、90年代からずっと大学っていう改革みたいなものがあって、また世界的にこの文系の学問っていうのの形が変わって、どんどん大学の中に閉じ込むようになってて、うんうんうん、だから文系の知識人ってどんどん大学に一方で閉じこもってて、うんうん、で、アインテリへの影響をどんどんなくしてってるんですよね。で、あと、インテリとアインテリってもともと繋いでたのは出版なんですよ。うんうん、いわゆる総合誌とか、うん、そういうものなんですが、そういうものもどんどんこう、出版不況でダメになってって、結局インテリっていうのが大学の中で閉じ込めるようになって、アインテリとポカーンと開いたんですよね。で、日本、このアインテリ層ってすっごく分厚いんですよ。うんうん、僕、統計的には言えないですけど、とにかく、やっぱり、もともと日本って本結構売れる国だったし、読書人口もすごく多くって、で、それは大学の狭いなんか博士号を取ってるとか教授がどうのこうのとかよりももう何十倍もいるわけですよね。で、ところがその人たちをいきなり大学インテリの人たちは手放して、自分たちの狭い世界に急速に閉じこもっていったのが、まあ10年代なんですよね。なるほど。で、そのポカーンと開いたところを、わらわらとやってきたのが、いわゆるそのネトウヨとか、とんでも本とか自己啓発とかなんとかって言われてるタイプの書き手なんですよ。はいはい、で、だから僕その現象っていうのは、なんかかなりインテリ層の撤退に原因があると思うんですよね。うんうんうん、本来、本読みたいと言ってる人たちを手放してるんですよ、勝手に。なるほど。で、僕としては、だから、その人たちっていうのをもう一回戻ってきてほしいっていう気持ちがすごくあって、ただ、それは、
昔からあったんです。会社を作る前からそういうのあったんだけど、ただ、会社を作る前って、アインテリが大事って思ってるインテリなわけですよね。うんうんうん、だって僕大学と出版の中にしかいないんだから。うんうんうん、で、ところが、これをやって、初めて、アインテリの気持ちがめっちゃわかるようになったわけですよ。なるほど。会社作って。はい、だから、そこでちょっとなんか言ってるけど、こう、例えば本を、イベントスペースを作ると。で、そうすると、僕のような職業の人間は基本的に僕登壇者なわけですよね。うんうん、で、登壇者っていうのは、ここで喋ってることがイベントだと思ってるから、俺がイベントを作ってるよって思ってるじゃない、うん、でもイベント主催者側にも行くと、例えば観葉植物とか必要なんですよ。うん、観葉植物が必要なんです。それも思ったことがない。なんか足りねえなみたいな。イベント、会場作ると分かるんですよ。なんか足りないなみたいな。何が足りないんだ植物だみたいな。うん、植物買うのかなみたいな感じで、花屋とか回ってると、あれ植物買うもんじゃないってことが分かるんですよ。あ、レンタル？リースだ。レンタルっていう業種がみたいな。あ、みんなレンタルしてんの？そこで知るわけですよ。うん、でこういうことだらけだったの。で、それまでだって俺植物について考えたことなかったから、レンタルして、業者があるということも分かってなかった。でもよく考えたらあんなの世話するの大変だからレンタルに決まってますよね。まあそうですね。で、だからそういうこととかね、うん、もう一個一個やっていくと、なんか登壇者が別にイベントの中心じゃねえなと。で、ことが分かってくる。で、逆にそのイベント主催者側からすると、うん、登壇者なんていくらでも買い聞くんですよ。まあそうですね。で、大事なのは会場と、うん、ステージと、うん、あと、配信機材とかそういうやつが大事なのであったり、登壇者あ、来ないんだ、うん。あ、じゃあ別のやつ呼ぶからっていう感じになるんですよね。ああ、あの時みんなこういうふうに俺のこと見てたのかっていうふうに逆の視点で見えるわけ。なるほど。で、で、登壇者の時には、こいつらなんか、俺が喋ってる中心のイベントなのに、なんか、存在の扱いだなとか、もっとリスペクトが欲しいとかって思ってるじゃん。でも主催者側になると、いやいや、ねえだろ、みたいな。ないない、こっちはだって毎日イベント入れてんだよ、みたいな。まあ、確かに、ね。今日お前が来なくても明日のイベントがあるんだよっていう感じになっちゃうんだよね。で、それ両方の見え方っていうのが、こう、組み合わさるようになったのが、こう、この10年で、で、なんかやっぱこう、インテリの気持ちもわかるし、アインテリというかね、そういう、実は手を動かして、そういう文化産業を支えてる人たち、だから、その、アインテリの人たちっていうのは、自分たちで文章を書いてる人もいるけど、そういう文化支えてる人たちっていうのがまた多いんですよね。うん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 、で、こう、そういう、こう、なんていうか、文化産業の周りにいる人たち、うんうんでもこれもやっぱり忘れちゃうんですよ。文章を書いてる人って。うん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 、で、自分の文章が商品なのであって、うんうん、それを届けてくれる人とか、印刷したりしてくれる人っていうことはどうでもいいと思っちゃうから、うんうんうん、なんか、それがいろいろ分かるようになったのが、なんかこの10年間良かったっていうか、そうね、まあそういう感じでしたね。ね、東くんは今、その、つなぐ人になるっていう役割をおっしゃってくださったんだけど、はいはいはい、実は日本のね、大正から昭和にかけての出版文化を支えた編集者、出版人って、基本大卒はいないんですよ、うんうん。で、中卒と高卒ばっかりだったんだよね。なので、インテリを大衆につなぐっていうことが課題意識をすごく持っていて、であるがゆえに、逆に論壇を作ることができたっていうことだよね。うんうん、でも、これは丸山さんの、ね、アインテリについて言うと、アインテリって旧有力者層あるいは没落有力者層っていうのを後半に含んでいてね、で安倍支持者とかね、維新の支持者っていうのは基本、うん、ちょっと小金、世帯年収がですね、年収で大体100万ぐらい高いような小金を持ってる自営業者が多いんですよ。うん、でね、でも彼らがなぜ没落有力者層に当たるのかっていうと、これはね、相対的な問題だけど、やっぱりこの20、30年、在野知識人っていうポジションがすごくなくなってよね、うんうんうん、でいろんな人が人口減少で危機感を持った大学に教員として入っていくってことがどんどんできるようになって、うんうんうん、でそれなりに有名な力のある知識人は大学教員でしょうみたいにやっぱりなっていったっていうことがやっぱりすごくまずくて、あともう一つは編集者もやっぱ大卒、漫画を編集していてもね、論壇誌も編集していてもやっぱり大卒だってことがあるよ、うん、やっぱ大卒で学者やってるとか編集者やってるっていうのはやっぱり何か大きなものに属しているので、自営業者が持っているような将来不安ってないじゃない、うん、だから基本フランクフルターが言ったように、人はどれだけ貧乏かってことに反応するんじゃなくて、もともと貧乏なやつは慣れてるから不安抱かない、ね、で将来貧乏になるかもしれないと思っている中流、うん、これがむしろすごく不安や劣等感を持つっ
っていうことがまあ分かってる、うん、あるいは急に貧乏になったやつも不全感を持つっていうことが分かっている。だからそういう意味で言うと経済構造がね、うん、過去25年間ただただ下に沈んでいくっていう状況があれば、東君が紹介してくれたアインテリが一つ社会を動かすキーになるっていうことは、まあ、実は丸山が予言していたことだよね。だからその、まあ、僕らは身の田宗樹問題として知ってることだよ、うん、だから大学教員でも帝大教授と国学院教授は世間の扱いが違うんだよね、うんうんうん、でそれゆえに身の田宗樹はやっぱ自分もやっぱアインテリだと思っていて、で帝大教授たちの偉そうな上から目線の大衆の気持ちがわからないようなやり方にやっぱり腹を立てていたっていうことだよね。だからその構造を東君が正確に描写してくれたなっていうような気がします、うん、今のね、話、アインテリの話も、まあ、ちょっと植物の話で僕もちょっとピンときたのがイベントを作ろうと思って、うん、それで植物が必要だって言って事務所を開くときに植物が必要だって言って、うん、持ってこさせて、それでなんか結構でっかいやつ持ってきてもらって、うん、でみんなで水あげてたら、うん、1週間ぐらいしてから増加だったことに気づくずっと水あげてそれはありそうありそうそうすごいこうあるあるですよ。ちゃんと水あげないとダメだぞとか言ってやつが。いい人なのか世間知らずなのかがよくわからない。それはありそう。のも植物問題であったんですけど、うんうん、あとさっきジョーさんが言ったその音楽関係者っていうのも、うんうん、アーティストがね表に出て発信することが多いんですけど、特にその実は大事なのはそのライブハウスのオーナーだったり、ね、あるいはバーテンやってるやつとか、はいはい、チケットをスタッフで照明やってるやつとか音響やってる人とか、そういう人たちっていうところをが実際は一番土壌になるところだから支えなきゃいけないんですけど、どうしてもそのアーティストがやっていけるかとか、なんかそのプレイヤーがやっていけるかっていう議論になっちゃって、でもプレイヤーはやっていけるんですよ。だってやりたかったら別にギターでもピアノでも紙でもあればクリエイターは作るんだから、うん、そうだね。そのクリエイターが作った人たち、作ったものをある種支えたり、うん、あこれいいですねって言って見せる場を作ったりとか、あるいはそのお客さんが来る場所をちゃんと用意したりとかっていう、そっちの人たちが今やっぱそのコロナ禍で特にダメージを受けていて、まさにだからそこは今のそのアインテリ論と一緒で、うん、そういった人たちの目線ってどうしてもその有名なアーティストがなんか発信したらみんなそうだとか、クラウドファンディングでこの人のためにとか、うん、新しいアルバム作りますって言って、うん、そう。でも実はそこは大丈夫なんですよ。別にどんな状況でも作りたかったら作る。作るし、うん、でそうでなくて、その自分がクリエイトするんじゃなくてクリエイトしたものを広げたり支えたり伝えたりする層っていうのをの目線っていうのが僕はやっぱ日本社会って全然ない、うん、なくて、でそれは実は今東さんが言ったアインテリ層の、うん、要は価値基準っていうのの作り方っていうのに、そこにインテリが撤退したことによって、うん、ある種の文化教授だったり、こういった音楽がいいよねとか、こういう絵面白いよねとか、こういう本読んだらいいよねっていうものがなくなってしまったから、うんうんうん、当然その、うん、インテリ層っていう人たちはある種その例えば映画、ミニシアター系の映画だったりアンダーグラウンドの音楽だったりを支えようっていう、その気づきがないんですよね、うん、多分10年ぐらいでなくなっちゃったっていうか、うん、で90年代ぐらいまではみんなあったんですよ、うん、渋谷行ったら別に遊んでる兄ちゃんが結構その尖った音楽とかで王国ビジョンっていう感傷感覚があったのが、うん、ありましたね。やっぱそれが一気になくなってしまったっていうのは、実はそれは論壇とかのレベルの話じゃなくて、もうあらゆるところでもうその総事件になっちゃってるんだろうなっていうのはすごい思いましたね。まあ、だから2010年代その要はインテリがインテリを切り離して、そこに全くこうケアがされてなかったという、そのやっぱりこう立て付けがこのコロナで例えば音楽業界とかもすごいはっきりしたし、未だにそこを救う術がないっていう状況が続いている。あのね、ジョーさん、だから育ち上がりの環境が80年代に大きく変わったことがあるので、うん、実はもうどうしようもなかったんだよね。うん、だから僕は不可避だったってことですか、ね、60年代に小学校だったでしょ。なるほど。で、中学高校が70年代の前半から半ばなんだけれど、僕が育った時代ってさ、例えば僕は団地の子供だったけれども、うん、団地の子だけが行く小学校ってなかったんだよ、うんうん、で本当にいろんなやつがいて、ヤクザもいれば百姓もいれば商店街の子もいて、本当にね多様性があった、ね、でこの多様性って本当に大事で、例えば僕はそんなに喧嘩強くなかったから、うん、喧嘩強いやつと友達だったら大丈夫だなっ
ってことだし、うん、僕はいろんな悪知恵を与えられるので、あの知恵を僕が与えるみたいにしてね、ヤクザの子たちとギブアンドテイクだったりすることがあるじゃん。でね、うん、こういうあのある種の混ざり合いっていうのがなくなると、まあなくなったのは実際問題としてね、それは80年代ってすごく進んで、もう80年代の後半には島宇宙化っていう言葉を作ったけれども、うん、あのみんなの実感としてはね、あの昔を知ってる人の実感から言えば、あの80年代の後半ってね、小学校がね、例えば女の子が一番分かりやすいんだけど、普通2つのグループに分かれてたのが、うん、3、4人のその細分化されたグループに分かれるってことがね、80年代後半に起こっちゃったんだよね、うんうん、だからそれはその育ちとか趣味とかによって、あ、この人は異人種だなっていうふうに分断の線を自分たちで引くってことをやるんだよね。だからそうすると、例えばインテリにしてもミュージシャンにしても、自分が働きかけの対象としてイメージが浮かんでくるのっていうのはやっぱり同類になっちゃうんだよね、うん、だからそれが、まあ、80年代に進んだ新住民化のプロセスなんで、うん、でその後の展開はもうどうしようもなかったってことだよね。なるほど、ね、うん、それを受けてちょっと東さんのお話を聞こうと思うんですが、うん、時間の方ももう開始からそろそろ40分以上立っておりますので、うん、もう染め立ってるんですね。そうなんですよ。なのでここから先は会員の限定コンテンツにさせていただこうと思っています。前編見たいから入会しました。ありがとうございます。番組の最後には皆さんからの Q&A、今日の登壇者の3人への Q&A も受け付けます。よかったら会員限定コンテンツ、この後も入会してご覧ください。会員限定コンテンツは東さんのお話、そして2020年代どう生きるか、最後にユーザーからの Q&A で、残りの1時間ちょっと過ごしていこうと思っております。大丈夫でしょうか。出ますかね。今上の方に間もなく会員限定放送になります。会員登録はこちらからということで、月額550円いただきます。先ほどちょっと名前がちらっと出ましたが、実は次回の放送は来週の月曜日、それこそ斉藤浩平さんが、ああそうなんだ、はい、ゲストで、うんうん、来まして、ポスト資本主義、うん、新しい社会の在り方というテーマで議論をする予定でもございますので、うん、よろしかったら今のうちに会員登録しておいてください。そうです、月に2回配信を予定しております。じゃあ間もなく会員限定コンテンツに切り替えて、今の宮台さんの不可避だったというお話から東さん、受けていただいてお話を展開していこうと思っております。大丈夫でしょうか。それでは切り替えますよ。あ、まだ本買ってない方はぜひ言論選挙の方よろしくお願いいたします。はい、さあそれでは会員限定コンテンツに切り替えたいと思います。大丈夫ですかね。はい、それでは行きましょう。ドンということで、ここからは会員限定コンテンツです。